衆議院選挙も参議院選挙も小選挙区制ですけども、ここへ乱立すると自民公明が絶対有利になりますけども、他の政党との連携中という点についてお聞きします。ありがとうございます。連携した先に何があるんですかってことが一番重要なんですよ。連携した先に何があるんですかね。何があると思います？政権交代。まあ、もちろんそれが一番の理想なんですけど、今の国会とか前の国会とかとんでもない法案いくつも取ってんのに、数が少ないからこれ以上やれることはないって途中でも採決っていう部分に合意しちゃったりとかしまくってんのが今の野党第一党でしょ。何やってくれてんねんなんですよ。徹底して戦えよって。腰が入ってない者たちと手を組んだってまた腰のない政権出来上がるだけなんですよ。民主党みたいな、民主党自体から何か変わってんのかって、看板変わっただけですよ。自民党の穏健派程度の感じしかないです、はっきり言えば。この野党強くしないと政権交代起こらないのは当然なんですね。野党を強くするためにはどうしたらいいか、野党が塊になってそれが強くなるためにどうしたらいいかって言ったら、2つの要素が大きく欠けちゃってんですよ。特に今の野党第一党には1つ経済政策、経済音痴なんです。例えばだけど円安、これが行き過ぎないようにやるべきことは何かって言ったら金利を上げるべきだみたいなこと言ってるんです。ちょっと待って、中小零細って自転車操業なんだよって、みんな借り入れしてやってんのに金利上げたらどうなるって言ったら借りられなくなりますよ。バタバタ潰れるよ。そんなことも想像しないで金利上げて円安を止めるみたいなこと言ってんのかって、むちゃくちゃです。今より悪くなるよ。今の立憲民主党のままの経済政策だったらダメです。だからそれを変えなきゃダメなんですよ。野党の塊として戦う場合には経済政策をちゃんと骨のあるものにしなきゃダメ。もう一つ国会の戦い方、逆に言ったら怖くない野党、それをずっとやってるのが野党第一党なんですよ。ここに対してもうガチ喧嘩しに行かなきゃダメなんですね。数が少ないから私たちがいなくても国会は回っていくんだよ、その気持ちはわかる。だからってもうしょうがないって話になるのかって、ならないよ。こんな問題、こんな裏金問題、例えばこの今やられている裏金問題にどう対処すればいいかって皆さんどう思います？このまま森友問題だったり賭け問題みたいに私はコンテンツとして消費されて勢いを落としていくんだろうなって思っちゃうんですよ。じゃあどうするんですかって言ったら、予算、今年の予算、1年間の予算っていうものを2月から3月年度内までに審議するのが衆議院参議院なんですよね。で今衆議院で予算審議してるじゃないですか。で3月入ったぐらいで参議院に来て年度内にこれを上げるんです、1年間の予算として。この予算委員会が2月から始まったんかな。でこの予算委員会を開くにあたっての約束、条件、自民党の裏金問題の党内調査をちゃんと出せってことだったんですよ。5年分出せよっつってた3年分しか出さずに中身もスカスカだった。いかがのものかって言いながら受け取った1時間後には予算審議始まっちゃってんです。つまり何かって言ったら、要求したものをちゃんと満たしていないのにそのまま発射しちゃってんです、始まっちゃってんです。ってことは何かって言ったら、これ予算審議の間中ずっと裏金の問題ですよ。中心はずっと結局何かって言ったら、もうおそらくこれ予算通った後にはこの裏金問題ってもうだいぶ薄れてると思いますよ。根本的決着なんて何もつかない。自民党の4分の1が泥棒だってことが確定してるんですよね、事実上。泥棒が決めた予算案、泥棒が決めた法改正で、泥棒を交えたお金のあり方のルールの変更、これをどうして野党が一緒にやろうって話になるの？おかしいんですよ、そんなの。お前らただで済めへんからなって。予算をちゃんと審議してほしかったら、年度内までに、ちゃんと上げてほしかったら、調査の内容を完璧に揃えてこいと。何に使ったかまで。で当然お前年度内までに上げてほしいんだったら、安倍派の5人衆ぐらいのお前首取ってこいよって、議員辞職ぐらいお前ちゃんと決めてこいよって言うぐらいの戦いしなきゃダメなんですよ。今だったら国民全員が背中押してるじゃないですか。許せないって。確定申告、私たちにはちゃんとしろっていうのに、あいつら何ですかって、3500万円以下は免税ですってみたいな、この大きなうねりの中で何を普通にぬるっと審議始めてみたいな。でこのまま年度内に上げようとしてんだよって。
で泥棒を交えた上でお金の泥棒の仕方についてのルールを一緒に変えていこうとか意味不明ですよ、はっきり言ったら。じゃあそんなに予算通らなかったらどうなるんですか。問題ない、暫定予算ってものが組める。国に必要な経費は暫定予算っていう部分で組めるわけだから延長できるんですよ。年度内に上げなくていい。5月6月まで戦ったっていう過去の実績があるわけですよ、昔の政治でね。でじゃあ被災地はどうなるんだって話があります。今の予算の中で1兆円の予備費はつけられてて、それをもとに被災地に手当をするって話になってるじゃないか。そうなんですよ。ってことは本予算が通らなかったら被災地が大変な思いをするって。違う違う、阪神大震災の時には本予算審議中、年度内に上げるっていう本予算の審議中の途中で補正予算、追加の予算を被災地のために作って先に通してるんです、補正予算を。でそれを通した後にまた本予算の審議に戻ってる。ややこしい話でごめんね。だからやり方なんていくらでもあんのに、どうして戦わないのやらないのって、今国民みんな怒ってるのを一緒にけじめ取りに行くってことを、たとえ数が少なくても徹底的にやるべきだろうっていうふうに私は思っちゃうんです。そんな感じだからお前、政権交代はこの次の次のそのまた次の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 みたいなことずっと言ってる人たちですからね、あの人たち。でここ最近になってこの裏金問題で盛り上がってきたから政権交代よみたいな、なんか違う人が喋ってんのみたいな、上滑りしたような感じの主張なんか最近始めてるんですけど、徹底的に戦うことが必要だってことを教えてくれたのは自民党なんですよ。野党時代に権力を失った自民党の野党時代はまるで振る舞いはチンピラ、小さなことでも大きなことだとわめき倒して、でプラカードも持って詰め寄って国会止めて委員会止めて、あいつらは何も決められないって言いまくって、だから決められる政治に変えていきましょうみたいな。子供手当ありえない、ばらまきであり、あんなものはポルポト派がやってることだみたいなことまで言ってたんです。意味不明でしょ。何でもケチつけるみたいな話でずっと国会引っ張ってってことやり続けてた。で逆に政府が悪いっていう風に世の中に勘違いさせるようなことをずっとやってたんです。で結果どうなったかって、ひっくり返りましたよ。どうしてそこまで自民党頑張ったかって、権力手に入れられるためなんですよ。権力手に入れなきゃ何もできないんですよ。いくらいいこと言ってたって権力手に入れなきゃ。でも野党はそんな気持ちないでしょ、おそらく。戦い方が貴族すぎるんですよ、未だに。あれちょっと待って、政権失ってから民主党おそらく十数年経ってますけど、未だにちょっと目線が官邸方面から来てなんかね来てるような意見というか、私はそう思うんです。何かって言ったら、お前地べた這いつくばってでも泥水すすってでもあいつらひっくり返しに行ったるぞっていう気迫なんか一切ないってこと。怖くない野党、その怖くない野党がたまたまこれ自民党のオンゴールってことによってたまたま政権交代みたいなことになっちゃったとしたら、私は悲惨だなと思います。私は悲惨だなと思う。民主党政権の失敗で政治に対する不信って今も続いてるわけでしょ。それよりもひどいことが自民党をやってんのに、悪夢のような民主党時代みたいな言葉でみんな政治がやった悪いことはなんか民主党やったんちゃうかなみたいな錯覚まで起こすような状態になっちゃってるって。ちゃんと腰が入ってないのに、背骨も入ってないのに政権交代なんかしちゃった時には、私は失望しか与えないだろうなって。その時にもう一度立ち上がれる人々がどれぐらいいるかってことですよ。もうその時にはもう立ち上がれない状態になってるかもしれない。多くの人々が政治に対して変えようとか。だから一番の近道は何かって言ったら、その野党の中にしっかりと経済と、そして国会の中でガチ喧嘩とっていうことを2つビルトインした野党の塊が必要。今では無理だから、私たちが数増やすしかないんです。一つの選挙区にうんぬんって問題はあるけれども、それとは別です。ただ政権交代をすりゃいいって話にはならない。それが私の意見ですっていうことなんですけど、一言だけ感想を。前回もこれを言いましたけども、なんとかそこをまあ連合していかなあかないと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。